こんにちは、100均で DIY する女なりです。今回は工具不要の簡単 DIY の紹介です。押し入れ収納用に機能的なスノコラックを超簡単に作ってみました。まずはスノコラックを作ります。ダイソーの200円のスノコを5枚用意してほしいんですが、なんとここ 2,3 週間ずっと売り切れで、今回はホームセンターのコーナーに行きました。ダイソー以外でもキャンドゥにも200円のスノコはあるんですが、数が足りず今回はコーナーです。ちなみにダイソーのスノコはこちらです。こちらがコーナーのスノコになるんですが、サイズは全く同じです。価格は1枚入りと2枚入りで多少違いますが、ダイソーとほぼ同じです。ちなみに送料はかかってしまいますが、楽天でも購入できます。このスノコの注意点は左右で違いがある点です。棚を組み立てる際に間違えないようにしましょう。まずは完成のイメージです。このように壁を使ってやるととてもやりやすいので、工夫してやってみてください。特に難しいことはないのですが、先ほども言ったようにスノコの左右を間違えないように組み立てます。あとは木工用ボンドでくっつけるだけです。100均で買える速乾タイプのものを使いました。スノコがくっつく部分にまんべんなくボンドをつけていきます。普通のボンドでもいいんですが、速乾タイプのものだと6時間と乾燥時間が短いので、こちらをおすすめします。特につけていく順番は上からでも下からでも変わらないかなと思います。ちょっと浮いた部分に100均で買えるクランプを使用していますが、100円で購入できるし、とてもおすすめです。本当に数分あればできてしまう DIY ですが、木と木をしっかりとくっつけてあげることがポイントです。隙間はボンドで埋めて少し補強をします。速乾タイプの木工用ボンドを使用したので、このまま6時間乾燥させたら棚の完成です。左がダイソー、右がコーナーのスノコで作った棚です。スノコのサイズが一緒なので、出来上がりもほぼ変わりはありません。もしダイソーで見つけられない場合はコーナーも見に行ってみてください。そして今回押し入れで機能的に使うための材料はこちら。工具は使わず強力瞬間接着剤を使用します。ここからの DIY もとっても簡単です。まずはキャスターからつけていきたいと思います。キャスターはこちら、ダイソーのストッパー付きを使用しました。2個入りで1つ100円です。ちなみにですが、セリアでも似た商品はありますので、もしダイソーで見つからない場合はセリアにも行ってみてください。見た目もほぼ変わりません。早速強力瞬間接着剤でつけていきたいと思います。本来は付属のネジで留めるので、その場合は板の厚みが必要になります。スノコ棚の場合は厚みが足りないので、板を追加しなければいけません。ネジ止めで強度を上げたい場合は板を追加してください。今回はおもちゃなどあまり重いものを乗せないつもりなので、こちらのネジは使用しません。キャスターをつける場所ですが、このストッパーが引っかからない場所につけます。養生テープやマスキングテープなどを使って大体の場所に印をつけます。
強力瞬間接着剤をまんべんなく塗ります。本当にすぐ乾いてしまうので素早くつけていきます。これまでの DIY で金属と木をこの強力瞬間接着剤でつけたものはいくつかありますが、今でも全く取れる気配がないのでかなり強力だなと実感しています。2、3分もかからないうちにしっかりとくっつきます。キャスターもこのようにしっかりと動いてくれます。続いてこちらのアイアンバーも強力瞬間接着剤でつけていきたいと思います。つける場所はお好みで大丈夫なんですが、少し上の方につけることにしました。本当に瞬間接着剤がすぐ乾いてしまうので、こちらも素早くつけていきます。このアイアンバーは以前セリアで購入したものなんですが、少し曲がっていたのでまっすぐくっつくように結構力を入れて乾燥するまで固定していました。こちらもあっという間にくっついて、これで押し入れ用のすのこ棚が完成しました。アイアンバーの方も特に問題なくしっかりとキャスターまで動かすことができました。もともと霧のすのこ自体の耐久性がそんなに高くないので、そんなに重いものは乗せれないことを考えると、強力瞬間接着剤でつけるやり方で十分なのかなと思いました。出来上がりサイズです。高さは約51センチ、横幅はアイアンバー含め約 55.5センチ、奥行きは約33センチです。棚の間は約18センチから20センチになります。今回は取っ手をアイアンバーにしたので、必要があればフックも作れます。うちの押し入れの下の段ですが、入り口の高さは約71センチでした。棚の一番上にも物を置くことを考えると、本当に押し入れ収納にぴったりのちょうどいい大きさでした。あといくつか作って押し入れ整理を始めようと思います。